おまけ。どれにする？厨房からエプロン姿の高博が皿にたこ焼きをたくさん乗せてやってきた。黄色いエプロンが妙に似合ってる。高博がニコニコと私の前の椅子に腰掛けた。昼休みも終わり、閑散とした食堂に高博と二人だけ。これが二人の秘密のランチ。でもみんな知ってるみたい。気を使わせちゃってるかな。いただきます。高博は腕を組んで嬉しそうにうなずいた。こういう時の高博ってとっても可愛い。でもそう言うと照れてちょっと怒るから言わない。その怒った顔がまた可愛かったり。ちょっと恥ずかしかったけど、嬉しかったからキョロキョロあたりを見ながら食べた。自分で食べるよりちょっと美味しいかも。どうしたの？急に。あ、そうだったの？いきなりで驚いてしまった。高博は時々こうして私を驚かせて喜んだりしてる。この前も灯台の上で急におでこにキスされてびっくりしてドキドキしてしまった。高博はそんな私を見ていたずらっ子みたいに笑ってた。ううん、なんでもないよ。はい、私の愛しいいたずらっ子。あの高博、私もう自分で食べるよ。ううん、そんなことないよ。でもちょっと恥ずかしいかな。うん、でも実は見てる人がいるんだよ。ほら、入り口のところで霧島さんが見てる。なんか悔しそう。あ、高博のこの目はいたずらっ子の目。高博は霧島さんがいるのを知っててやってる。後で怒られても知らないよ。ごめんね、霧島さん。午後のお仕事頑張るから、今は高博さんに甘えさせてね。この可愛くて愛しいいたずらっ子を独占させてね。後で聞いたんだけど、あの後高博の仕事が2倍になったんだって。なんでだろう。どうする？どれにする？戻れないよ。セーブできた。
どれにする？